はいどうも皆さんこんにちは、こちゃんの映画ラジオの時間です。今日は2月25日に公開されたアガサ・クリスティの人気シリーズナイル殺人事件で明かされたある謎について考察していきます。ミステリーの女王アガサ・クリスティの作品の中でも根強い人気を誇る名探偵ポアロシリーズ、その中でもアガサ・クリスティ自身がお気に入りの一作に挙げているのがナイル殺人事件です。血引きが特徴的な紳士探偵エルキュール・ポアロがナイル側のクルーズ船で起きる殺人事件を解決する作品ですが、ついにポアロの思い人カトリーヌとトレードマークの口ひげの謎が明かされることになりました。一作目のオリエント急行殺人事件でもカトリーヌの写真が出てくるなど少しだけ触れられていましたが、全貌は明らかになっていなかったですね。本作ではそれらの謎とラストシーンでの関わりが実はすごく重要な隠されたテーマだと考えられるので、これまでの経緯も踏まえてなるべく丁寧に説明していきたいと思います。またこの動画はオリエント急行殺人事件とナイル殺人事件のネタバレを含みますので、映画鑑賞後の方に見てもらえればと思います。それでは早速やっていきましょう。本作では冒頭のモノクロシーンからポアロの過去と口ひげを蓄えている理由が説明されましたね。ポアロは戦時中に戦争に駆り出され、そこで自軍を勝利に導く戦略を披露します。しかし自軍の兵士が敵の罠にかかってしまい、ポアロは大爆発の巻き添えになってしまいます。自軍の医療施設で療養していたポアロは過去の恋人カトリーヌと再会。カトリーヌはまだポアロのことを愛していましたし、ポアロもまた彼女のことを愛していました。しかしポアロは大爆発に巻き込まれたことで顔の右半分に大きな傷跡が残ってしまった。それを見たカトリーヌは傷跡が気になるなら口ひげを生やせばいいというアドバイスをします。つまり口ひげはカトリーヌとの思い出であり、鏡を見るたびに彼女のことを思い出せるアイテムだったわけです。確かに過去2作品の中で印象的にポアロが鏡と向き合うシーンがいくつか描かれていました。ポアロが口ひげを大事に扱っているのも思い人のためだったのだと納得できます。そして口ひげが異様に横に伸びているのは顔の傷を隠すためでもあったわけです。ここまでの口ひげの理由を踏まえるとラストシーンの意味が少し分かってきますよね。彼は事件解決後クルーズ船で出会った華麗なるシンガーサロメ・オッタボーのステージを見に行きました。その時ポアロは口ひげを全て剃り落としていました。そこで本作は終幕を迎えます。カトリーヌとの思い出でもある口ひげを剃るということは、つまり彼女との思い出を捨て去るということです。ポアロはこのエジプトでの旅の中でオッタボーに心惹かれていましたが、あくまでもそれは調査の一環でした。ブークの恋人であるロザリーを調べるためにその親であるサロメを調べていました。その調査の中でサロメに対して確かな好意を抱いていたことは間違いないでしょう。ではポアロはなぜ最後に過去の思い出を捨ててまでサロメのところに行ったのでしょうか。その理由は2つ考えられます。1つ目は今回エジプトで起きたナイル殺人事件が恋と愛にまつわる事件だったこと。登場人物の恋と愛が複雑に絡み合い、裏切られて最悪の結末を迎えました。ポアロは様々な愛の形を目の当たりにしたことで自分の愛についても考えたと思われます。過去ではなく未来に目を向けて自分の愛と向き合ってみようと思い立ったと思います。そして2つ目の理由は友であるブークの死ぬ前の願いでもあるからです。ブークは本作の事件を利用し愛するロザリーとの生活を送るために盗難という犯罪を犯してしまいました。それを打ち明ける際に真犯人であるジャッキーに撃たれて死んでしまいました。ポアロの唯一の友人でもあるブークはこのクルーズ船の事件の中でポアロにも幸せになってほしいという願いを持っており、そのことを知ったポアロは亡き友人ブークの最後の願いのためにも自らの愛や恋に向き合うことを決めたのだと思います。サロメとの恋愛が発展するかどうかは未定ですが、ポアロ自身もこの恋の騒動に巻き込まれた被害者だったわけですね。口ひげも剃ったことで次回作がどのような形になるのかすごく楽しみでもあります。以上でナイル殺人事件で明らかになったポアロの口ひげの謎とラストシーンの考察を終わっていきます。カトリーヌはポアロのお見舞いに行く際に事故に巻き込まれて死んだとなっていますが、あくまでポアロの口から語られたのみでその死の詳細は明らかになっていません。原作を読み込んでいるわけではないので、もしかしたらすでにご存知の方もいると思いますが、続編でカトリーヌのことがより詳しく描かれるのかもしれませんね。また少し話は変わるんですが、主人公ポアロを演じながら本シリーズの監督を務めているケネスブラナーはすごいですね。彼は過去にハリーポッターと秘密の部屋でハリーの腕の骨を溶かしてしまったギルデロイ・ロックハート先生を演じていますが、実際はロックハート先生のようなポンコツではなく大英帝国勲章を受賞しているすごい人なんですね。俳優としての彼は超凄腕の映画監督でありながら超一流の舞台映画俳優でもあります。その彼の半自伝的な映画ベルファストが3月25日に公開されます。アカデミー賞では作品賞監督賞を含む7部門にノミネートされているので必見の作品になりそうですね。そちらもこのチャンネルでしっかり紹介していきたいと思います。以上でこの動画終わっていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録いいねお願いいたします。それではまた次の映画でお会いしましょう。バイバイ。